ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことって、あ、どうも。あなたも道に迷ったならタウンマップをご覧なさい。この人さっき傷薬くれた人か。ここいらのどかな田舎もしたが、都会に出てみな、驚くぜ。この辺でも私は十分驚いてるんだけどね。すごくない？やっぱみんな家でポケモン飼いよんや、かわいい。隣の大層の建物はポケモン研究所。マグノリア博士だったら2番道路の先の先にあるお家にいらっしゃるんだよ。あ、そこが家なんや。へえ。ちょっとみんなの家もすごいなんか個性的で面白い。いいね。どうも。ここにあった看板のメッセージを思い出したぞ。右側がポケモン研究所、反対側は駅です。そこにあった看板はどうなったの？どこ行ったの？これではなく、ブラッシータウン、ポケモン研究所がある郊外ののどかな町。なるほど、そういうやつね。無敵のチャンピオンダンデはみんなのスーパースターだよ。外国の方というわけではない。俺もポケモントレーナーで食っていこうと考えていたけど、ダンデさんのようにいつも一戦もポケモンのこと考えられないや。ポケモントレーナーで食っていこうと思った。なんかとてもこんな小さい子から発言されるような言葉ではない気が。おー、これが駅の中か。すごい、何のポスターなんやろ。わからんけどおしゃれ。なんかのイベントかな。列車の窓からの景色、どんどん変わっていくのがいいよな。私、外の景色はそんなに見るの好きじゃないよね。え、フレンドリーショップなん、ここ。マジで？あ、ちょっと待って。モンスターボール、売ってます？どれぐらいお小遣いもらったんか。お小遣い多いな。そんなにもらった？マジで？え、太っ腹。モンスターボール売ってないやないか。どういうことやねん。ちょ、待って。どういうことやねん。リザードンポーズ。一緒にポーズを決めるだけで強くなった感じがするの。いいね。駅でチャンピオン見ちゃったよ。遠くからでもオーラすごかった。あ、電車来とるやん。おしゃれ、かわいい。ちょっとレトロな感じがいいね。赤でも良さそう。さあ、じゃあこの先。お、いるじゃねえか。ソニアからポケモン図鑑をもらったんだら、いろんなポケモン出会って強いチームにするといいぞ。ただ野生には強いポケモンやトレーナーがいて、仲間のポケモンを傷つくことだってある。そんな時はポケモンセンターだな。あ、これがポケモンセンター。おしゃれやね。なんかポケモンセンターはどこでも同じデザインの建物だぞ。ないな。ちょっと覗いていこうぜ。どこでも同じデザインの割にはデザイン結構派手やけど、どんな街並みにも合うのか。おお、なんかすごい。ないな。ポケモンセンターは初めてか。まあ一応この世界では。よし、任せろ。何あれ。ね、なんかネオル。あれ、ロトムじゃないの？違う？ほら、ガクガクなるよりは横。かわいい。ほら、お姉さんの話しかけるとポケモンを元気にしてもらえる。ほら、これで、パソコンには捕まえたポケモンを預けておけるんだ。パソコン型ロトムってこと？ちなみに同時に連れ歩けるポケモンは6匹なんだぜ。触り出したら起きるんかな。あ、ここにもフレンドリーショップが街の中に2つもある。こんな小さな街でも。フレンドリーショップで買っておいた傷薬のおかげで助かったよ。こっちには売り寄るかな、モンスターボール。君たち、ポケモントレーナーなら傷薬を買っておきなよ。サンキュー。あいな、ポケモンを元気にしてもらったら2番道路で集合だぞ。傷薬はもういっぱいあるからいいよ。ポケモンなんか傷ついてるの？満タンですけど、いいよ。じゃあいいよ。あ、なに、急に元気になったね、君。起きたの？確かに野生のポケモンは怖い存在だよ。だがね、仲間になってくれたらこんなに心強いことはない。なに、この子かわいい。ポケモンのご相談会？ご用件は聞こうか。生命判断。あ、こんな最初の方から技を思い出すとか忘れるとかできるん？マジで？まだ最初の街よ。ただで何度でもポケモンを元気にしてくれるポケモンセンターってありがたいの。収入源はどこなんやろうね。現実的なアユナである。国からなんか援助が出るのか。ようこそフレンドリーショップへ。お買い物ですね。こっちには
ないやん。てか多分品揃え一緒やな。二つあるんなら品揃え変えろよ。どういうことだよ。つら。あは、今月の誕生日占い。めっちゃ当たってる。ん？もしかしてあなたも占ってほしいの？ああ、じゃあ、自分で占ったの？それじゃあ早速、あなたの誕生月を教えてくれる？ 6 月です。続いて、あなたの生まれた日を教えてくれる？ 4 日です。なるほどね。あなたの誕生日は6月4日なんだ。うん。6月4日に生まれたあなた。あなたは、何見てるの？ん？あれ？これちょうどお菓子こぼしたシミで、ページが汚れて読めないね。はい。あなたの誕生日は超絶ラッキー。今適当に考えよるやろ今。伝説のポケモンに会えるかも、なんちゃって。それじゃ、バイバイ。ま、会えたけどさ。消えた。それだけ言い残して消えた。朝はポケモンに起こしてもらい、夜はポケモンを寝かしつける。ポケモンがいない毎日なんて想像できないね。かわいい赤ちゃんやん。ポケモンを博士だけどね。いつもは湖の近くの家でのんびり過ごされているんだよ。どうも、もぎたて新鮮。木の実はいかがですか？木の実の専門店？そんなのもあるのか。ありがとうございます。またどうぞ。ダンデさんには弟さんがいるらしいけれど、きっとダンデさんのようにすごいポケモントレーナーなんだろうな。すぐそこにいるよ。会ってきなよ。さっきそこでなんか立ってたから。ポケモンと一緒にご飯を食えばうまさ倍増。にひひひ、どんな鳴き声。こんなところにも、アイテム。ピッピ人形。ポケモンの気を引かせる道具。野生ポケモンとの戦闘から絶対逃げられる。あのドット絵いいね。でもなんかこういう感じのフィールドなんか絵になったけんさ、街中に落ちてる道具とかは分かりづらくなったよね。てか、服屋さん？ブティックでお買い物、帽子一つで気分も変わる。全然都会やんね、ここも。ブティックやって。やば。そう、今回このね、きっちり、新しく増えたこの着替え機能。まあ、一応、ピカチュウ EV でも着替えはできたけど、多分それよりも幅が広がったんじゃないんかな。お店ごとに売っているものが違うのはご存知？こちらの品揃えは私には子供っぽいかも。それを言う？買ったアイテムがありましたら、フィッティングルームにてご確かめになられてくださいね。了解です。いいね、なんか。ブティックへようこそ、何かお探しでしょうか。あ、ちゃんとここでわかるね。ほら。一瞬何が変わりよんかと思ったけど。あの、下に着とる服が変わりよる。微妙に。カレー？カレー？いや、でもやっぱり、何？下の服ってこんなんやった？さっき。違うよね。なんかセットで変わったんやけど。どういうこと？急にスカートになった。さっきまでズボンやったのに。スキニーパンツ。なるほどね。こういう感じで。ワンピースないやん。すごい細かく変えれるね。へぇー。帽子。でも結構お金あるけんさ。何かしら変えてみます？キャスケットパープル。パープルかわいい。これにしよーっと。いろいろと迷った挙句。じゃあこれで。ありがとうございました。別の服に着替えるときはフィッティングルームをぜひご利用くださいね。こんな感じになった。スカートになったよ、スカート。もともともスカートであった。かわいい。やっぱ着替えれるっていいね。イエーイ。個性も出せるし。ないな。ポケモントレーナーならジムチャレンジに参加するよな。男なら女の子の服装を褒めろよ、まずは。ジムチャレンジ？ジムチャレンジとは、1年に一度チャンピオンに挑戦する権利をかけて戦う大会。ただジムチャレンジに出るには推薦状が必要なんだ。推薦状？兄貴はまだ認めてくれない。だから博士に相談するぞ。お前も参加してくれよ。だってライバルがいれば俺たち2人強くなれる。
博士は2番道路の先の先、ポケモンを鍛えつつ進もうぜ。了解。ああ、一言も服装に触れてくれない。悲しい。男なんてそんなものである。ポケモンの強さを引き出すにはトレーナーの知識が肝心だ。うんうん。まあ、そうだろうな。びっくりした。あかんのかと思った。どうも。ソニアとアンでも以前はいいライバルだったんだかな。今ではもう差がついてしまったと。悲しいね。ダンデ君はポケモンが大好きで、ポケモン勝負も大好きでね。どんな練習試合でも本気 100% だったね。もしかしてここはソニアの家とかかな？違う？あ、子供たちの話を聞いてなかった。ポケモントレーナー基本その1。勝負の時飛び出すのは手持ちリストの先頭のポケモン。ちゃんと子供の目線に合わせてあげる。ポケモントレーナー基本その2、こまめにレポート。ポケモントレーナー基本その3、ポケモンと技のタイプが同じだと威力がアップ。うんうん。わかるよ、それは。遠くに見える屋根が紫色の家が、ポケモン博士のお住まいさ。なんかさっきここ、これなんか光よる。アイノは元気のかけらを見つけた。あれなんや、モンスターボール型の道具が落ちてるだけじゃないんやね。光よる場所もあるんや。元気のかけら、瀕死になったポケモン1匹を元気にした上で HP を半分まで回復する。この時点での元気のかけらって結構でかくない？いいね、いいね。景色が綺麗。2番道路の先の先って言ったよね。おい、アイナ。トレーナーが立っとんかと思ってやん。そうだ、アイナにポケモンの捕まえ方を。おお。今から教えよう。ポケモン図鑑完成のためにはポケモンを捕まえないとね。兄貴？どんなポケモンにもタイプが備わっていて、得意不得意がある。だからお互いをカバーし合えるポケモンも捕まえるといいぜ。さあお見せしよう、チャンピオンタイム。さっきまでそんな帽子かぶっとったっけ？お、野生のウール。ここから使うんすか。これがポケモンの捕まえ方、チャンピオンスタイルだね。え、いきなり、いきなり？いや、まあでも、ねえ。ここはチャンピオンだから、やっぱり。モンスターボールめっちゃ持っとるやん。半分ぐらいごっそりくれんかな。てか多分もうほぼ捕まえる必要ないと思うけん、50個ごっそりくれんかな。ほら、もうポケモンも恐れをなして一発で捕まえれるんやって、きっと。戦ってもないやん。さすが兄貴。さあ、モンスターボールをあげるから仲間をいっぱい集めるんだ。特にこの辺りのポケモンはトレーナーの仲間になりたいのか、面白いように捕まるぜ。マジで？アイナはモンスターボールを20個手に入れた。20個か。アイナはモンスターボールをボールポケットにしまった。ポケモンを捕まえることでも経験値がもらえるんだぞ。捕まえるだけでも経験値いいね。道路にいるポケモントレーナーと戦い、ポケモンを鍛えろ。君たちがどんなポケモンと一緒に強くなるのか、チャンピオンダンでも楽しみだ。わざわざチャンピオンってつけなくていいよ、自分のこと。中二病である。その格好にキャップってなんかちょっとね、おかしいような気がするけど。よーし、ポケモンを捕まえてポケモン博士を驚かせるぞ。早速旅立っていったわ。なんかおう、じゃあとりあえず一匹捕まえようかな。はっ、この姿が見えてるポケモンと見えてないポケモンは一体何なんやろうね。とりあえず持ってないポケモンを捕まえていきたい。あ、一応効果ありとか書いてくれとんや。あれさっきまで書いてなかったことない？書いてましたっけ。いけいけ、体当たり。あと一発いったら捕まえれそうな感じ。その考えが命取り。はい、体当たり。ちょっと待って、急所に合ってるのよ、そこで。そんなところで発揮せんでいいけんさ、超抑えろ。いや、レベル上げよる。まあ、レベルが上がるのはいいんだけど、新しく電光石火を覚えた。今、私は捕まえたいんだ、ポケモン。わかるか？こっちのここ柄で。避けないで。ほら、姿が見える子と見えない子がいるんだよ。これ見えない子だったね。味方は緊張して木の実が食べられなくなった。そんなのがあるの？あれかな？この見えてなかった子の方がレベルがちょっと高いとかかな？
そういうわけでもない？わからん。つけ上がる、つけ上がんなし。つけ上がんなし。電光石火。いけい。もういいんじゃない？いけるんじゃない？どうやろ、面白いように捕まるらしいし。とりあえず、モンスターボールを。あれ？モンスターボール25個あるやん。残りの5個はどこから来たの？え、残りの5個どこから来た？持ってなかったよね。いつの間に？ 20 個しかもらってないはずなんやけど。ボールポケットを見てなかっただけです。イエーイ、ここからゲットここからのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ここから小鳥ポケモン。どんな強敵にも挑みかかる勇敢な性質。返り討ちに遭いながらも鍛えられていく。まあなんかちょっと気が強そうな感じするもん。で、なんかもう一匹、このリスの子が。星がリス。いけ、ヒバニー。ヒノコ。おう。あ、ヒバニーがとてもピンチ。ちょっと待って。傷薬使おうっと。傷薬使うときなんかちょっと動きが。あ、てか体力が少ないけんかな。あ、そういうのにもちゃんと反映されるんや。ね、動きがさっきめっちゃスローになっとった。へえ、面白いね。面白いね。はい、電光石火。なんか見た目にそう現れていくの。いいわ。電光石火。で、次でモンスターボール使おう。かわいいお尻。かわいいお尻。よし、それじゃあ、モンスターボールを使います。最初のうちはあんまりモンスターボールを無駄にしたくないから、確実に捕まえていきたい。おっしゃー！ホシガリスを捕まえたぞ。やったね。おう、ヒバニーレベル9。なんかレベル上がるの早くない？こんなもん？めっちゃ早いんですけど。ホシガリスのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ホシガリス頬張りポケモン。ガラルの至るところにいる。左右のほっぺに木の実を蓄えていないと不安。じゃあ常にそこ入っとるってことやね。あ、違う、ニックネームとかつけないです。イェーイ。2匹ゲット。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかそこそこの街で、まあ、ブティックがあるんやったらブティックがあるところではなんか必ず何かしら服装変えてみたいね。定期的に。